ということで今日はエンジェルキッズひだまり園にやってきました。いや私この小さい子供たちと触れ合うのがとても大好きなので楽しみです。それでは今日はこの可愛いエプロンをお借りして一日保育士頑張ります。エプロン姿で保育士体験に臨みます。なぜかスタッフも。こんにちは、よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。出迎えてくれたのは藤原和正さん、34歳と若い園長です。入った瞬間から、はい、このカフェ一面にこの可愛い子供たちの写真がずらっと並んでて、まさにエンジェルですね。ありがとうございます。こちらにも書いてあるように、うん、私たちの保育目標、目指す子供の姿というのが、はい、元気に遊ぶ子になります。元気という言葉の中に心の元気と体の元気というものが入っておりまして、健康をもとに大切にしているものが遊びです。好きな場所、好きな人と一緒に思いっきり遊べるように職員一同心がけております。僕も遊ぶ心を大切に頑張ります、はい、いっぱい遊びましょう。よろしくお願いします、はい。4年前に開園したエンジェルキッズひだまり園には0歳から5歳の子どもたち128人が元気に通っています。保育方針は心と体の健康を遊びを通じて育むこと。階段の下が秘密基地のような通路になっていたり、園庭の遊具のほか芝生で遊べるポケットパークなど、園舎のどこでも子どもたちが楽しく遊べる保育園です。それではいよいよ子どもたちとご対面。おはようございます。まずは得意の筋肉系自己紹介を披露させていただきます。今日はですね、元気もりもり、そして筋肉もり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 で、この日は子どもたちが待ちに待ったお祭りごっこ。おみこしは一生懸命手作りしました。モチーフは地元のシンボル柴田城、そして子どもたちが大好きなシンデレラ城です。小さな肩におみこしを担いで向かった先にはおじいちゃんおばあちゃんが待っていました。実はひだまり園、同じ敷地に介護施設が併設されているため、子どもたちとお年寄りが楽しく交流できるんです。この日のお祭りごっこでは、子どもたちが可愛い柴田ジンクを披露しました。おじいちゃんおばあちゃんもすごくにこやかで、いやこのおじいちゃんおばあちゃんとこの子どもたちのこの共演が素敵ですね。子供たちのみこしとか踊り見てどうでしたか？いやあんま上手したわけだ。可愛かった。いやみんなニコニコの笑顔がとても印象的でした。はい、おじいちゃんおばあちゃんたちに見てもらえたとやっぱり言う嬉しさ喜びというのが達成感に変わりますし、終わった後にまた見せたいねとかそういったものの声が聞かれるというのが、このお祭りごっこ終わった後のまた声がたくさん聞かれるんじゃないかなと思っております。そういったなんか心が育まれるっていうのもなんかこの交流の意味もありますよね。そうですね。この日のおやつはお祭りごっこらしく綿飴でした。踊りどうだった？踊りは楽しかった。楽しかった。おじいちゃんおばあちゃんに見てもらえたのどうでしたか？嬉しかった。嬉しかった。どんなところ楽しかった？おみこしは。おみこし持つところ。保育園に行くの大好きなの。なんで大好きなの？だってさ、みんなと遊べるしさ。何して遊ぶのが好き？野球とレゴブロック。おやつの後はお昼寝の準備を済ませます。おー、来た。おー。いやなんかこのお布団を僕も椅子に敷いてあげようかな、手伝おうかなと思ったんですけど、みんな本当自分たちでしてるから僕やることなかったです。もう子供たちとお話しして癒されただけです。楽しい。わ、
どうした？あ、イエイ。イエイ。かわいい。この後、絵本の読み聞かせに挑戦です。子供たち、楽しんでくれるかな？はい。あらら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 。エンジェルキッズひだまり園で保育士体験。絵本の読み聞かせに挑戦します。この日の絵本はバケタくん。食べ物を食べるとその姿に化けてしまうというお話です。子どもたち楽しんでくれるかな。大好きなチョコバナナを食べました。チョコバナナ好き？バケタくんも食べたよ。そうしたら行くよ。はい。あらら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 ら、ら子供たちナイスリアクション。無事に楽しんでもらいました。ありがとうございました。はい、ありがとう。愛らしい子供たちの姿にすっかり癒され、お昼寝の時間になりました。寝かしつけをお手伝いさせていただき、保育士体験終了です。まあ、今この体質にされていることって何なんでしょうか？はい、保育園という場所は家庭のような場所ですので、全てはこの保育園が楽しい場所であるために、そして毎日子どもたちからまた明日来るねという声がたくさん聞かれる園でありたいなと常考えながら保育をさせていただいております。職員の皆さんも本当に子どもたちに負けないぐらいなんか楽しまれているというか、はい、本当みんなが一つになっていい空間だなと思いました。僕も今日その一員になれてとても嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。